じゃあ次は、あ、動いてる。次は、マスキングテープを探したんですけど、なかったので、セロハンテープの粘着力を弱くしたのを使います。これパステル画の時と一緒ですね。ぜひやってみて、剥がれるかちょっと確認してくださいね。紙がボロボロになっちゃいますから。よいしょ。で、これはやってみてほしいっていうのは、白。クレヨンでもいいですし、オイルパステルでもいいのですが、白を、これのために余分に1本買ってですね、下に白を引いておくというのをやってみてほしいです。しっかりめに厚めに入れていただいて、そこに薄く入れたら伸ばします。私は指が汚れるのが気にならないというか、指で伸びていく感じがすごく好きなタイプですが、そういうの許せないっていう人はこうやってティッシュ巻いて、でもボロボロになっちゃうんですよね、ティッシュね。擦筆とかでもいいですよ。あとあれなんだっけ、綿棒、綿棒でもいいです。布でも OK です。ガーゼでもいいです。こんな感じに、私これでやるより指の方が断然大好きです。何色だったら綺麗でしょうかね。白が湧き上がる感じにしたいんですが、どうだろう。この感じかな。何かそう、レモン色みたいな色、黄色、色が勝っちゃったら白入れてくださいね。
なんかまっすぐじゃならなくなっちゃったんですけど、まあ、仕方はないのでこのまんまやります。よいしょ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 、こんなもんかな。私が言っちゃいます、ね、なんかな、水でもやっぱ白入れたいです。白入れます。そうしたらですかね。よいしょよいしょ、こんな感じになります。ここに何入れたら綺麗ですかね。ここにあなただったら何入れますか。ちょっとなんか後で考えます。じゃあ一回止めます。